コスティーニャことフランシスコ・ジョゼ・ロドリゲス・ダ・コスタはポルトガル出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは主に守備的ミッドフィルダー。以前はダ・コスタという登録名であった。ユーロ2000で活躍しなおった元ポルトガル代表のミッドフィルダー。FC ポルト、ディナモ・モスクワそして代表チームでも共にプレイしてきたマニシェとのコンビは抜群の相性である。 攻撃に出るマニシェの抜けた穴をコスチーニャがカバーというシーンは頻繁に見られる光景である。2003から2004シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは FC ポルトでジョゼモーリーニョ監督の元優勝を経験。その直後に地元ポルトガルで開催されたユーロ2004ではチームの準優勝に貢献した。2006から07シーズンからは スペインリーガーエスパニョーラのアトレティコ・マドリードでプレーしている。ペテル・リュックさん、バニシェがいたため試合での活躍は乏しかったが、長い経験を生かして、ロッカールームで後輩たちにいい影響を与えていたようである。しかしシーズン終了後、アトレティコとの契約を解消し、イタリアセリエ A のアタランタ BC に移籍した。2010年2月23日に、 クラブと契約解除し、そのまま現役を引退。アタランタでの公式戦出場はわずか1試合だった。現役引退後は、スポルティング CP でスポーツディレクターに就任するも、2011年2月9日に地元テレビ局のインタビューで、スポルティングのスポーツディレクターを辞任していたことが明らかになった。2011年6月からは、 スイスのセルベット FC のスポーツディレクターに就任した。2013年2月18日、SC ベーラ・マルの監督に就任したが、5月22日にチームを去った。同年6月11日に FC パソススデフェレーラの監督に就任したが成績が低迷し、10月28日に解任された。2016年6月20日には、アカデミカ・コインブラの監督に就任した。 2017年から2019年まで CD ナショナルの監督を務めた。ありがとうございます。